は、アリアです。今日は東京競馬場に来てます。で、ご覧の通り私は今日一人じゃなくてもう一人ここにいる皆さん、誰かな、わかりますか、誰かな。そうですよ、この間コラボした、ランナさんです。この間私はランナさんのチャンネルでちょっと出演した時に2人で話して、イルミネーションが好きだなっていうことだったので今日は誘ってみたんですよ。でランナさんはイエーイ行きますよって言ってくれたので今日は一緒に、はい、楽しみたいと思います。皆さんも、ぜひ私たちと一緒に楽しんでください。そうですね、はい、本当に誘っていただきありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。しかも私結構、まあ、都内だったらいろんなところとかやっぱ近いところ行ってるとかしますけど、はい、こんなに離れてるところはあんまり、なかなか一人だとちょっとつまらないじゃないですか、はい、同じ、なかなか出たことなくて、はい、そう、今日触れてもらってめちゃくちゃ嬉しいです。はい、楽しみにしています。はい、では一緒に楽しみましょう。行ってきます。何ですかね。中はプレステ4。欲しい。ゲームは結構やりますか。しないです。あ、やんないですか。全くやらないんですけど、あのプレイステーションって、はい、結構前に1年前に出たのに全然どこにも販売してないってどういうことですかってちょっと気になってお越しになりました。あ、すごい噴水が。うわ。あ、すごい。めっちゃ声が出ちゃった。すごいすごいすごい。エルサとかできたら、お前に乗ってるエルサのシーン。わかるわかる。じゃあ皆さんエルサやってください。今私、はい、いいわよ。いいわよ。はい、おすごいな。
ない取れない。これお米、多分お米だ。多分ね、わかんないけど。本当だ。日本の夏の音がする。あ、本当だ。なんかセミが。そう、セミが鳴いてる。ウィ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 。え？ちょっと違くないですか？どうしてね。ギリギリするじゃん。江戸桜とね、江戸桜わかんない、江戸の桜なんだよ全然違うみたいな感じ桜じゃんいいままだ。ああ、まあ、どうしようか。暖かいから。まあ、人めっちゃ邪魔になるんだろう。全員の前で。好きです。あのシンデレラ城の前で告白されるのと同じなんじゃないですか。そう、ね。このくらい人がいたら。されたことないから分からない。気持ちは分かりません。
ルートな。足でこうガテンってされるんだね。馬の足にサイズが大きいんだね。だから多分だから乗らないでくださいって書いてある。落ちたらもうなんか露骨しそう。ラクだから落ちると痛くないらしい。えラクだから落ちると痛くないらしい。どういうこと？あのもしこうラクのラクだから、ラクダに乗ってもし落ちると痛くないらしい。ラクダ、そう、ラクダ。ラクだから、うんうん、落ちると痛くないらしいだけど、誰だっけ、ヤギかなんか、そっち辺から落ちるとめっちゃ痛い。ヤギ、そう、なんでヤギはすごく小さいから。ヤギか、どうやって落ちるの？そもそもヤギに乗ったことがないから。ヤギじゃないね、ちょっと待って、うん、あ、誰だった、ドンキ？ドンキはドンキは英語だね。ドンキってなんて言うの？なんすかドンキって？日本語で。いやドンキ。いあーって言うやつ。え？それは多分ロシア語でしか通じない。何それ？わかんないな。ちょっと待って。あのちょっと待って調べるわ。え、どういう動物？動物ですか？動物。動物、あのビニ、あのビニゼプーに出てたやつでしょ？プーさんに出てるさ。プーさんに出てた。あーあの尻尾ない。尻尾ない。尻尾なくてよね。尻尾なくてっていうか。ああわかりますわかります。あのヌーみたいなやつ。そうそうそう。え牛みたいな。牛みたいな。牛みたいな羊みたいな。そう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 。あれなんて言うんですかね。ちょっと私調べるわ。気になる。あれドンキって言うんですかね。私はドンキだ。英語はドンキというだと思ってました。初めて知った。日本語も。あんまなんか似合わないですねなんか。あうさぎ馬。は？え？うさぎ馬が出てきた。多分違うと思う。でもロバ。あロバロバロバ。それそれそれ。そう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 。ロバロバ。思い出した。はいはいはい。うさぎ馬でも書いてある。ほら。ウサギウマ、ウサギウマ、ウサギウマ、調べたらウサギウマが出てきた。で、ロバも出てきた。本当だ、ロバだ。ウサギウマ、耳が、あ、多分耳がウサギっぽいだから。ロバから落ちると痛いらしいんだけど、ラクダから落ちると痛くない。それはどうしか、どうしてかというと、ロバは人が落ちるときに自分の足で人をこう引っかかえようとしてるんだけど、ラクダは自分の毛で人をこう、ふってやる。そういうこと。私あの言葉 あの使い方としてだと思って、だからさ、あのラクダはラクだから落ちても楽だよっていう感じだと思う。それでもそしたら日本しか通じないじゃないですか。それ昔ロシアで教えてもらった。あ、これはロシアで教えてもらったんです。なるほど。白月が綺麗に。あ、アナ雪か。エンスに似てますね。絶対言われたことありますよね。一回だけ。あ、一回だけか。ふえこそ儲かるね、ああいうところ。そうだよね、絶対儲かるね。だから入り口じゃなくて出口のところにあるんだよ。そうだね。そういうことか。あとあれ富士山のすごく真下にああいう喫茶店があるんだよ。でそこ富士山が冬はめちゃくちゃ寒いからみんなそこがピュンって入る。そこが儲かるんだな。商売上手ね。上手だね。思い出横丁あるんだけど、新宿にもありますよね。思い出横丁って見たことない、わかんない。あの
新宿で小さい坂、古い小さい坂がたくさん並んでるとこ。わからない知らない、思い出横丁って書いてあるんだけどね、でもわからない。あ、これは思い出横丁、行ったことない。思い出横丁そこにもあります本当だ、なんかちょっと入れなくなさそう雰囲気してるけどでしたでしょうか。かなり冷えたのでラナさんもなんか体が震えてるここ触ると冷たいで、こういろいろ回ったんだけど、一番印象的に何が残った？あの私的にはあのでかいツリーのやつと、はい、あのサンタさんのプレゼントがいっぱいあったところと、あとですね、あのもちろんあのキラキラのトンネル、あれはね、 あと藤棚もすごい良かったです。はい、はい、私は多分藤棚一番気に入らなかったかな。なんで頭がくずくたくて通りにくかった。こうやってこう取るの、ちょっとこれがちょっとあんまり個人的にはちょっともうちょっと高い装置でやればいいかなと思ったんだけど、あ、なるほどね、トンネルはあの私的には一番綺麗なのは江戸桜。あ、そう、はい、私もあれはすごい綺麗でした。はい、それは私からの言う癖があるんですけど、カップルにとってもおすすめです。53回目ね、言っときます。はい、で今日はこんな感じで、皆さんも一緒に楽しめましたでしょうか。まあ寒くなりましたのでもうパパと締めたいと思います。で今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃ良かったです。はい、またぜひなんか一緒に、はい、散歩しましょう。そう、もし何かあったらお願いします。はい、ありがとうございます。では